鬼遊山城は、日本の城。岡山県総茶市八代の木村山にあった、日本の城である。別名、木村、山城、木村山城。鬼遊山城は、木村山城とも、木村山城ともいい、市場の馬入道山城と一連をなして、八代の木村山にあった城で、元歴年中には、針馬、美まさ美前、美中、ビンゴ五カ国の守護、 土井寂平がいたとも言われているが、備中古城記ではこれを否定している。情報量の少ない当時としてはこれも致し方ないことかもしれないが、いずれにしても、実際は、知られている以上に、備中の主要な城であったようである。室町時代の永昇六年には、足利家の一門であり、後に、足利第十三代将軍、吉輝の重臣で、幕府武行衆となる、若かりし、 上野民部、大介信孝が、第十代将軍、吉種の命により、備中に使わされ、この城にいたとされている。その後は、一族の上野志郎二郎高名を、さらにはその着手上野肥前史皇徳が在城したと、されているが、皇徳が備前城山城に移ってからは、その一族の三宅様城徳比がいたとも言われている。天正三年、上野肥前森高徳が、 備前城残城にて、小早川高影率いる毛利軍に滅ぼされてから後は、この城も再び利用されることはなく、廃城となり、上司は佐賀の村の管理となった。岡田藩子文書には、上司について、源那九年隣海山論のことをこれり、時に平在門君岡山公の新保と木村さんの霊状に返したも、平在門君論弁して下段すさましきことを図り、 その勢いゆのしくふるまはれしかは、岡山の新もまたともかふも岩と、京天気、人不定なり後日また海水首とて引退しが、山論終わりに闇ぬ。思考して、木村さんは、佐賀の村の山にて、八代より総論に及ばず、とある。木村さんの山頂からは、馬乳山、伊予部山、総社市街、まび周辺などが展望できる。ありがとうございます。